はい、こんにちは。佐大臣、三永です。本日は、昭和の金融恐慌について。昭和2年、1927年3月、片岡直春大倉大臣が、東京渡辺銀行が破綻したと、口走ったことから取り付け騒ぎとなり、金融恐慌が引き起こされました。第一次世界大戦後の日本経済。第一次世界大戦中、日本は輸出を伸ばし、未曾有の後継期となりました。 それまでアジアの一小国でしかなかった日本は国際社会の一員として踊り出ました。しかし、所詮は戦争によるあぶくぜに。戦争が終わり、ヨーロッパ諸国が戦後の復興を終えると、輸出市場はなくなります。経済は落ち込み、早くも大正9年、1920年には戦後恐慌が起こりました。それでも、時の原高市内閣は強気で、軍備増強、鉄道の建造など、 積極政策を推し進めました。戦争によるあぶくぜに狙いで創設された不良企業を潰しもせず、特別融資によってゾンビのように生きながらえさせたことによって、日本経済はいよいよ体力を削がれていきます。さらに、輸出が減って輸入が伸びたことで、国内企業の多くが安い輸入品との競争にさらされることになり、中小企業がバタバタ潰れていきました。 震災手形の乱発。そこに大正12年、1923年の関東大震災が追い打ちをかけます。ただでさえ弱っていた日本経済はとどめを刺されました。震災後、政府は支払い困難に陥った企業に対して、震災手形を発行しました。これは震災によって支払い困難になった手形に対して、支払い猶予令を出して、1ヶ月間支払いを猶予するというものでしたが、 震災以前からの不良決済や単なる放満経営の付けを、つまり震災とは何の関係もない不良債権をですね、これは震災手形ですと言って申請するものが多く出ました。結果、銀行は大量の不良債権も抱えることになり、経済はいよいよ混乱しました。もう散々だよせっかく言語も新しくなったんだし、いいことないかななんていう声も庶民から上がっていたことでしょう。しかし、 悪いことは続きます第一次金融恐慌昭和になってわずか3ヶ月目の昭和2年、1927年3月15日。第一次金融恐慌3月恐慌が起こります。前日の3月14日の衆議院予算総会で、若月内閣の片岡直春大倉大臣が野党からの質問に答える中で、東京渡辺銀行が破綻したと口走ったことが原因でした。 これは単なる勘違いで、渡辺銀行は破綻してはいなかったのですが、大倉大臣の発言とあって、大騒ぎとなります。明けて15日、東京渡辺銀行とその姉妹銀行である赤字貯蓄銀行が休業しました。これを皮切りに、預金が下ろせなくなる大変だ東京の大小の銀行に人が殺到し、取り付け騒ぎが起こります。やがて地方にも取り付け騒ぎは波及していきました。 1920年代の日本は第一次世界大戦で溜め込んだ貯蓄を食いつぶしながら何とかやりくりしているという状態でした。第一次世界大戦中に急成長した不良企業を戦後の強行後も放置したことと、関東大震災後に震災手形を乱発したことにより経済は混乱し、大企業も銀行も経営不振に陥っていました。まさに爆弾も抱えているような状態でした。 そこに片岡発言です。片岡大倉大臣は今日まで、失言大臣という不名誉な烙印を押されていますが、別に片岡発言だけで金融強慌が起こったわけではなく、それ以前から強慌の波はじわじわと押し寄せており、そこに片岡発言がダーンと、なんて言うんですか、火をつけた形になったわけです。第二次金融強慌。日銀が臨時の4億円を貸し出したことにより、 騒ぎは3月末には収まりましたが、4月5日、神戸の総合商社、鈴木商店が倒産。鈴木商店に多額の貸し付けを行っていた台湾銀行も資金繰りが苦しいことが暴露されました。4月14日、政府は緊急直令を出し、台湾銀行救済のため日銀からの融資を行う。損失分は政府が補填すると発表しました。 これに対し、セロンと野党から激しい反発が出ます。4月17日、数密院は台湾銀行救済のための緊急チョコレーを否決。当日、有告、第一次若月内閣総辞職。翌18日、台湾銀行休業。これを機に、全国の銀行は一斉に強行状態に陥ります。当日、声優会の田中義一に組閣命令が下り。 昭和2年1927年4月20日、戦前最悪の反動内閣といえる田中義一内閣が発足しました。翌21日は全国的な取り付け騒ぎでパニックとなり、家族の銀行として知られた十五銀行も倒産。十五銀行は家族の銀行と言われ、区内省が大株主でした。平民にとっては、 金を預かってもらえるだけで家紋の誉れとまで言われた名門の銀行でしたが、あっけなく潰れました。不安に駆られた市民が銀行に殺到し、各地で取り付け騒ぎが起こりました。日銀もこれに対応して各銀行に貸し付けを行い、札束の詰まった柳氷を各銀行に運び込みましたが、人々の不安は消えず、あれは表から見えるところだけが札束で、裏は古ガキを詰めてあるんだ。 というデマが流れました。日銀の非常貸し出しは4月21日の1日だけで10億円に上り、ついにはお札の印刷が間に合わなくなり、200円紙幣の表面だけ吸って貸し出すという始末。金融強行の収束。4月22日、田中義一内閣は高橋小歴を大蔵大臣の下事態の収拾を図ります。全国の銀行を一斉に休業させ、 休業中の銀行に対して3週間のモラトリアム、債務の支払いを猶予することを実施するという緊急勅令を出しました。25日月曜日、銀行が再開した時には世間は落ち着きを取り戻していました。5月3日の臨時議会で日銀から各銀行に緊急融資した分について5億円も限度として政府が損失補填を行うこと。 台湾銀行に対して日銀から2億円の融資を行い、政府がこれを保証することが決議されました。こうして2ヶ月間にわたった金融強行は終わりましたが、昭和2年、1927年2月から5月まで休業した銀行は37校に及びました。昭和という時代はこのように金融強行の大混乱から始まりました。誠にその善と棚であることを暗示しているがごとくで、 あります次回初の普通選挙と田中内閣の反動政策に続きますというわけで、音声付きメールマガジン、佐大臣人の古典歴史解説、配信中です。日本の歴史、古典について、楽しくわかりやすい解説音声を無料で定期的に受け取ることができます。楽しんで聞いているうちに、日本の歴史、古典について、幅広く立体的な知識が身につきます。詳しくは、リンク先までよろしくお願いします。